アルザスの家畜商人、アルフォンスレビ、ペンネームアサイードは、フランスの画家、版画家、挿絵画家である。ユダヤ人社会の生活を描いた、版画集で知られる。アルザス地方のマルムーティエのユダヤ人の商人の家に、生まれた。1848年の革命時に起きた、反ユダヤ人暴動によって家族は、ストラスブールに移った。高校で学ぶうちに、 美術への情熱から1860年にパリに出てジャン・レオン・ジェロームの教室で学び、その後カロリュス・デュランと知り合った。レビは風刺画も描いたオノレド・ミエやユダヤ人を多く描いたレンブラントの作品から学んだ。1865年から多くの出版物に作品を描くようになった。政治的な作品が多く、1870年の 不仏戦争とパリコミューンの成立時には、訂正に批判的で、コミューンに、好意的な風刺漫画を、サインードのペンネームで発表した。不仏戦争後は、政治的でない書籍の挿絵を描き、よく売れたティソーのボエッジをペイズでミルヤーズなどの、挿絵を描いた。1876年頃から、アルザス地方のユダヤ人の生活を題材にした、版画作品の制作をはじめ、 1886年にアルザス出身の作家カーンのユダヤ人の生活や入り新聞レモンド・エラストレーの挿絵を描いた。1903年にユダヤ人の家庭を描いた画集を出版したが、パリのユダヤ人社会からはミスボらしさなどから不評であり、ドイツのユダヤ人向け雑誌、オリジナルサウンドトラックーンとウエストのひどい批評を受けた。 美術評論家からは評価され、美術館は何点かのレビの版画を購入した。1874年からサロンドパリに出展するようになり、1900年のパリ・バンコ博覧会で版画部門の賞を受賞した。1904年から冬はアルジェリアで過ごすようになり、アルジェリアのユダヤ人社会を描いた。アルジェで没した。ありがとうございます。